いのは雪です。雪がだいたい1メーターくらいかな。すごいね。これ雪だね。すごすぎひん、これマジで。何かお寺的なものが。雪はすごいな。屋根の上の雪とか。西街道、右曲がりましょう。右に行きます。右だよ。吉祥街道、吉祥のふるさと。これ高新堂がこの辺を通って遠征された場所。今向かってるんだけど、すっごい山道なんですけど、この間の関ヶ原に続いて弾丸ツアー、土弾丸ツアー、えらいとこや。当時こんなところに連れてこられてしまった天皇の猫っていうのはショックだったのかなっていう話をしていたんだけど、でもそこでショックを受けずにさ、キジシの祖として活躍されたっていうのは、それはそれですごいたくましいよね。ようやく君ヶ畑に到着いたしました。君ヶ畑っていうのは天皇の皇子がいたので君で、君の畑という意味で君ヶ畑らしいですね。地名だけは知っていたんだけど、まあ十津川郷以来ですな、こんな君ヶ畑でございます。こんなね、山をずっと分け入ったところ、奥永源寺という、ね、ほんまに奥やな、奥すぎるよ。木地市発祥の地に到着いたしました。うわ、木が来た、ほんまに木が来たよ。神社の標識があるんですが、完全に雪に埋もれてしまっていて見えませんが、この上らしいです。行ってみます。無事に到着しました。この先が神社です。行こう。大きみ木地蔵神社にようやく、到着しました。これから中に行っていますけど、すごい雪じゃないですか、これマジで。めちゃめちゃ雪山なんですけど、ここが大きみ木地蔵神社。まあ、なんて綺麗なところ。めっちゃ高い木なんですけど、歴史を感じるな。平安の初期の文徳天皇の皇子で、弟が清和天皇ですね。まあ綺麗だわ。清和天皇のお兄さんで第一皇子だった人がこの豊高親王さんで、この方が木地氏の元になった人ですね。木地師というか、その木を使って工芸品を作るっていう、その技術を編み出してこの村人たちに教えたっていうことらしいです。とにかく雪がすごいんですけど、もし本殿までたどり着けるか。せっかくここまで来たので、ちゃんと参拝はして帰りますので。本殿かと思ったら社務所でした。本殿はこの先なんですけど、絵馬、どんな絵馬かけてんの、みんな。これいける？絵馬、足跡が微妙な、やめとこう。で、この先が本殿で、あ、ここ手水舎、ちゃんとお水もある。で、本殿に行こうと思うけど、雪があっていけるかな。かなり雪は深いけど、せっかく来たので行きたいな。だいたい50センチくらい積もってたかな、雪が。で、ここに来るとわかるのが、天皇の御子なんで菊の御紋が本殿にかかってます。やっとたどり着きましたが、すごい雪でした。いいですよね、すごく。これ、見てどこまで足突っ込んでる、これ。すごい深いよ、めっちゃ。またこの間の関ヶ原に降るって、えらいことになってはさ、
これ高親王の御領地で親王御入山遊ばされ、諸々の民業を信仰され、玉露を用いて椀とか器とかの製作を使えるのあるいは木の実を入れられたり椀とか器とかの製作のすべを感じたものと伝えられる。それは我が国に起きる玉露椀製作の根本であり、その責任を記事史という以後全国に記事史として現在に至りても記事および金属の引き込む職人として重要な技術にある神話はあるという記事を通じて元慶3年11月9日をもって忍者の人さがたとえ読むのあるともその技術をもって永遠した神話と忘れられるようになって神話藤原の神話としては都に流れ着くので平和天皇に騒がれているのは最高大能寺と死亡すべき上意味名を賜り翌年4月4日に神殿の造営の神殿のご神殿が神殿する。これが当初の創始された由縁である。本山小野や富士小屋大能寺と敬拝し建てられ今や諸国より三条の神として崇敬いるということでございます。ここにご由緒書きがあってそこにサザレ石があるんだけどさ、もうサザレ石も完全にもう埋もれちゃってさ雪に見えないんだよね。ちょっと行ってみようかな。足がさ本当に雪に埋もれちゃうんだよこれマジで。ちょっと近くまで行ってよいしょ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 、ああ雪がちょっとさて君が代に読まれているサザレ石、君が代に読まれて、あー雪がどこまでも、マジでよいしょ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 。さ、君が代っていうあの国歌があるわけだけど、その君が代のサザレ石の歌が出てくるけど、そのサザレ石の元になったサザレ石がこれだよっていう感じの、まあそういう説らしいですね。これ高親王のそばで仕えた藤原の貞勝っていう方の松江さんがね、ここにこのサザレ石を寄進されたそうでございます。この辺が君が畑、君が畑という名前で、その君つながりで、君がよという歌ともつながるんじゃないかなっていうことだそうですね。ステッカーと記事史廃書持ちって、これステッカー高松御所って言うんだ、知らなかった。こっちが、あ、これもステッカーね。でそれから絵馬で、この絵馬の裏には開運祥福、これちょっと全部欲しいので、あの全て、お受けして帰りたいと思います。ぜひこの地まで雪を乗り越えてこられた方はぜひゲットしてみてください。素晴らしい。神社からもう少し進んでくるとここにお寮があるそうでございます。雪で行けないので今日はここから遥拝をしたいと思います。この上が高松御所でございます。菊の御紋もしっかりバッチリついてますね。王子さんがいらっしゃったね。雪で阻まれてるんですが、ここまで行ってみようかな。これちょっとこれ本当に積み上がってるね、こんだけ高さすごくないこれ。神の院優勢の後、記事史発祥の地、上元元年、神皇55代、本徳天皇第一王子、これだから神皇はこの地で優勢され、金龍寺墓、三日寺を創建、仏教に帰依されました。神皇は金龍寺にお住まい、こちらね、ここにお住まいなので、高松の御所というふうに村人はあがめ、集まりつられたということで、ここに
表示画に、狼大御神として祀ることになりました。これが現在の八幡の神社さんの方でございますね。ろくろを用い生地でワンものを制作する技を村人に授けられたということで、現在全国にあって生地師の祖神として崇められて工業界で活躍されておられるという。この先は通らないけどね、まで行けないので、はい、すごい雪だ。これ高さ分かる。こんだけの高さ、ほぼ私の身長くらい積もってる、うん、っていう感じなので、こっから先はもう行けませんから、ここで、はい、両張りしましたので帰ります。はい、今ふもとの展示室に来ているんですけど、ここに神社の掛け軸があってですね、で真ん中に神王さんが座っておられて、でその下にずっと家臣団がいてて、ろくろを引いてるような様子とか、当時の様子を再現した感じの絵かな、これはね。でろくろを引いてる人が信濃の神藤原のなんとかって人だね。でこの藤原貞勝さん、この人はさっき上の方の神社で、サザレ石を奉納したって人の先祖ですね。とこの家臣団と親王さんの当時の絵が再現されてる掛け軸もありました。まだまだ日本の中でも知らないところがたくさんあるんだなっていうことを改めて感じさせられましたね。関西圏から、滋賀県なんで、ここ一応滋賀県の東近江ね、こんな近く関西からもで、まだまだ知らなくって、しかも日本の器とか碗とかなんで生活の必需品ですよね。そういうものの発祥の地で、その神社とかがあったりとか、それを編み出した方が天皇の第一王子だったとかね、なんか全く知らないことがまだまだ日本の国内にたくさんあるっていうことを改めて感じさせられたし、まだまだたくさん残ってると思う。そういうところがまだ私たちが知らないような歴史とか封印されちゃった郷土史とかたくさんあると思うんですよね。そういうことを、こういうコロナ禍だからこそ国内に目を向けるっていうんで、すごく意味があることだと思いますね。今までずっとみんな外国ばっかりに夢をやりすぎたような気がしますよ。日本の国内ですっごいところがたくさん、まだまだたくさんあることとか、すごい歴史があることとかたくさんまだまだ残ってるのに、そっちに夢をやらずに外国ばっかり夢をやってるっていうのは本末転倒なわけで、そういうことを教えてくれたのもこのコロナ禍かなっていうふうに思います。よその国のことを学ぶ前に自分の国のことをしっかり学んでおかないともったいないですよね。こんだけすごい歴史を有している国に生まれながらですね、それを知らないまま死んでいくとかちょっと残念じゃないですか、うん、なので今日は本当に来れてよかったと思います。すごい勉強させてもらいました。ありがとうございました。